はい、皆様こんにちは、モーゼ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。あとこれお知らせなんですけれども、4月の下旬から水星が逆行します。復縁に大チャンスの時期になりますので、3月、4月、5月皆様にとっての恋愛に効く方位、復縁に効く方位というのをお知らせいたします。そういう動画を撮りますので、水星逆行の時期プラスその前後で復縁に効く方位に行く、その方位を旅することによってあなたの復縁率がむちゃくちゃ高まるので、どうぞその動画も近々アップする予定なので楽しみにしていてください。いわゆる方位の力と星の力、これをダブルで合わせて絶対復縁するよっていう、そういう動画を作りたいと思ってます。はい、じゃあ今日は3月の27日月曜日から4月の2日日曜日までの1週間リーディングしていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのは一番左の方が1番、真ん中の方が2番、一番右の方が3番です。はい、じゃあ1番の方、純粋な思い、これが1番の方です。はい、2番の方、可能性が目覚める、はい、これが2番の方。そして3番の方、愛に包まれる、はい、これが3番の方です。こちらのメッセージや色から選んでいただいてもいいですし、このルノルマンカードのデッキから選んでいただいても大丈夫です。私はこのルノルマンカードプラスタロットでセブンデイズの流れを細かく見ていきながら、あとはアドバイスをドルフィンとエンジェルアンサーからもそれぞれもらっていきます。ということで、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方、こちらルノルマンカードシャッフルしていますが、軽くもう一度シャッフルしていきます。はい、じゃあ1番の方、最初の1列目開いていきます。はい、まず出たカード庭です。はい、そして棺桶が出ました。リング、鳥、星、キー、ハート、はい、クロス、十字架が出ています。それでは残りのカードを出していきます。はい、それでは1番選ばれた方見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここにあって、あの人のカードがここにある、お、なかなか距離が近いんじゃないでしょうか。今回とても私が驚いたのが、あなたのいわゆる未来を表す右側に、はい、素晴らしい星、
太陽、月、これだけの天体カードがあなたの未来に出てるんですよ。いやいや、これは素晴らしい。むちゃくちゃ素晴らしいです。声を大にして言いたい。じゃあ今のあなたの状況はどうかっていうと、今少しね、この心が晴れないって出てるんですよ。なんかモヤモヤが取れなかったりとか、なんかこう不安定な感じだったり、少しこう気分の波が激しかったりとか、こうそういうものが見えるんですね、今現在は。でもこういうね、モヤモヤがあなた自身今週なんか取れていく、すっごく元気になるんですよ。ものすごく笑顔も増えそうだし、明るくなりそうだし、自分はなんか運がすごくいいんだとかね、強運なんだとか、そういうふうにこう分かるような出来事もあるような気がします。そしてとてもとても嬉しいメッセージがあなたのもとに届くと出ているので、これが恋愛でも仕事でも、例えばオーディションでも、もうあなたにとってこう一番嬉しいことじゃないかな、そういうことがありそうですよ。素晴らしいと思います。そしてですね、なんかこう今までは、今までというかすごくね、リスケ復活の可能性があるとも出てるんですよね。交友関係とか人間関係が広がっていくというふうに出てるので、このね、嬉しい連絡っていうのは、もしかしたらあの人から急に連絡が来るとか、会えるとか、再会できるとか、付き合えるとか、そういう可能性もものすごく表しているのかなと、そういうふうに思っています。とにかくね、今週あなたが本当にこう元気になれる、そして何かこう成功を成し遂げることができるとか、そういうふうに出てるので、とにかく今週は積極的な行動をぜひおすすめしたいです。そしてあの人との関係を見てると、今現在ですよ、今現在は何かこう問題があって、今なかなか連絡が取れていませんとか、おそらくあなたとあの人はこの太陽と月でつながっているので、すごく運命的な深いご縁があるのかなとか、過去生からのご縁があるのかなっていうふうには見えるんだけれども、何かこう滞っている部分もあるような気がしています。そしてあの人自身が、なんかね、疲れが溜まっていたり、頭がパンクしそうになったり、余裕がなかなかないのかなっていうふうに出てはいます。だからね、こうあの人自身がもう少ししたら余裕が出てくるのかなって気はするんですけれども、今現在はまだいっぱいいっぱいなのかもしれない。そして今週の恋愛の流れを見ていくと、今現在、これ今現在はまだ2人の関係が少しすれ違い気味と出てるんですけれども、流れを見ていきますと、幸運の女神があなたのところに微笑んでくれるとか、止まっていたものが再び動き出すって出てるので、あ、やっぱりこう復活のそういうね、可能性が十二分にあるのかなと、そういうふうに思っています。そして、出会いを求めている方、今週の出会いはですね、こうあなたの例えば家の近所とか、例えば出身地が近くとか、そういうふうな方とのご縁があるような気がします。
これは私は良縁、いい縁だと思うので、楽しみにしてていいんじゃないでしょうか。非常に穏やかで家庭的な人なのかなと、そういうふうにも出ています。そして今ね、復縁のことと出会いのことをお伝えしたんですけれども、片思いの方も、また今週アプローチができるチャンスがやってくると思います。こう諦めずにこれは、頑張ってみてもいいと思いますし、なんかね、こうラッキーと思えるような出来事があると思うので、あなた自身がチャンスだとか、あとは本当神様からの贈り物的な、そういうこともあるかもしれません。今週は頑張れるんじゃないでしょうか。というかね、もうあなた自身がむちゃくちゃいいので、すごくすごく楽しみです。はい、そして今週のお仕事のこと見ていきたいと思います。まずあなたが自分でお仕事をしています、アルバイト、パートをしていますっていう方なんですけれども、今までもあなた自身がとてもマイペースにもうしっかりと努力していたことが見えています。今週の流れなんですけれども、あなた自身の大きな、なんて言うんでしょう、応援してくれる人が現れるというふうに出ているので、売り上げがとても伸びていったりするんじゃないかな。そして、あとこれ女性のお客さんかなとかね、そういう感じがするんですけれども、あなた自身が、こうとてもこう仕事をのびのびと穏やかにできる強力な助っ人、特に女性のお客さん、そういうものが出ています。なのでね、今週はなかなか仕事運良さそうです。そして会社員、サラリーマンの方を見ていきますと、ちょっと待ってくださいね、今かあった、はい、今カードを探していて、おお、すごいですね。まず一番のあなた自身がとても仕事にやりがいがあったり、すごく大抜擢されたりっていうことで、ものすごくこうキラキラ輝いているあなたが見えます。そして今週もあなた自身の人気運とか、すごく細かな気配りとか、あなたのセンスというものがとても大切にされる、そういうふうに出ています。1週間忙しくなるかもしれません、とても忙しくなるかもしれないんだけれども、あなたにとって この忙しさがあなた自身こうよりエネルギーになる、そういうふうに出ているので、非常にいいな、やっぱり、とてもいいんじゃないでしょうか。そして今週の金運なんですけれども、今週あなた自身が友達、特に年上の友達でしょうか、もしかしたらこういろいろな話を入ってくるかもしれません。こういうのがあるよとかで、そういう例えば、いい話とか投資の話は案外これプラスになっていくのかなというふうに出ているので、今まではあんまりおすすめできなかったんだけれども、今週以降はいいような気がしています。で、あとは外国とかそういうキーワードも出ていますので、外資の何かとか保険とか、そういうのも良さそうです。あと今週は引っ越しとか旅行に行かれる方も多いのかなと、そういうところにお金を使う方もいるようです。でも今週はね、非常にプラス、黒字傾向というふうに出ています。なかなか良さそうです。じゃあ今から月火水曜日
木金土日、こちらのカードにタロットを合わせて1週間の流れをしっかりと見ていきたいと思います。はい、じゃあ今からセブンデイズの流れを見ていきます。ルノルマンカードタロットで月曜日から日曜日までの流れを出しています。今週特に大吉と思われるのはここの金曜日がものすごくいいカードが出ています。もう金曜日は超ミラクル大吉ですね。あとは月曜日、木曜日、日曜日は吉、そして火水土はここは体を休めるとか無理をしないっていう感じで出ています。じゃあまず月曜日から見ていきます。はい、庭とソードの2が出ています。この日はこう人間関係がとても穏やかに過ごせる日、そういう風に出ています。非常に友好的で平和なカードが出ているので、そういう意味ではあなたの仕事や学校、プライベートな人間関係は非常に、良好だと思われます。火曜日、ここが棺桶のカードとコインのナイトが出ていますので、あなた自身この日は少し仕事にやる気が起こらなかったり、あなた自身の体調が疲れているかもしれません。早めに休むこと、横になることをお勧めしたいです。この日は無理をしないようにしてください。そして水曜日、リングとソードの3が出ているんですけれども、もしかしたらいろいろな約束がリスケになったりする可能性があるかもしれません。リスケとかドタキャンの可能性があるので、この水曜日はもしそうなったとしても、きっとね、このね金曜日もしくは日曜日には挽回されるんじゃないかと思いますので、なんかこうね、楽しみにしてた分ショックなことってあるかもしれないんだけれども、ね、そこまでそこまで落ち込まないでくださいねとお伝えしたいです。はい、木曜日がタワーとコインの2が出ています。この日も非常に安定感のあるカードのような気がします。こうあなた自身の芯がしっかりしている、そういうふうに出ているので、いろいろ悩むこともあるかもしれないんだけれども、今まで通りのやり方、それをお勧めしたいかな。これが木曜日。そして大吉の金曜日、はい、船とワンドのエースが出ています。あなたにとって新しい始まり、旅行、大きな第一歩を踏み出す、新しいスタート、そういうものがね出ているので、金曜日は何かしらあなたにとってとてもエネルギーが大きな日になっています。何か新しいことを始めたい方は金曜日がおすすめです。そして土曜日、はい、クマとソードの5が出ています。もしかしたら少しこうわがままな人に振り回される可能性もあったりするかもしれません。もしお仕事の方であればお客さんに振り回されたりとか、そういうこともあるかもしれませんし、もしこう家にいたりお付き合いしている人がいるってなったら、ちょっとその人たちに振り回される可能性もあるかもしれません。あとこの日は暴飲暴食に気をつけてねというふうにも出ていますので、
小食を心がけるといいかもしれません。そして日曜日なんですけれども、はい、木とコインの7が出ています。あなたの人生においてすごくこう長い、なんかこれからの人生をこう考えるような日だったり、ご先祖様のことを考える日、そういう風になりそうです。そしてあなた自身の健康面、なんか新しく例えばウォーキングを始めるとか、ジョギングを始めるとか、ヨガを始めるとか、そういう健康面の振り返り、新しいスタートというのも良さそうです。はい、じゃあ今から最後にね、アドバイス見ていきたいと思います。はい、じゃあ1番の方へのアドバイスです。はい、見てください。なんかあのね、しっかりなんかこうお風呂に入るとか、一人の時間、リラックスする時間を持つというふうに出ています。そして何にも心配することないからねと、なのであなた自身が日本酒や塩風呂などに入りながら、アロマキャンドルとか好きな香りを入れてのんびりして、あなたの中のこのどうしようっていう、こうマイナスの不安、それをぜひ手放してあげてください。もうこちらのカード曰く何の心配もいらないからねとはい、そういう風に出ております。先ほどのカードでもね、太陽月星という素晴らしいカードが出ていましたし、そしてこのね、金曜日の大吉のカードもとても楽しみなので、これからの1週間もぜひ前向きに頑張れるかと思います。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、じゃあ2番の方見ていきたいと思います。カードシャッフルしていきます。はい、じゃあ1列目開いていきましょう。はい、まずファーストカード、子供のカードです。木、なんか子供が順調に育つとかね。はい、そしてあの人のカード、クローバー。船、クロス、ワンちゃん。はい、ネズミが出ました。それでは残りのカード出していきます。はい、それでは2番の方、お待たせしております。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードがここです。お互いに向き合ってはいるんだけれども、少し、まあ、距離がねあるかなっていう感じの状態、まずこれは今の距離感です、そして中にあるカードと今のあなたの状況から見ていくと、まずあなた自身がとても疲れています。そして金銭的な心配、
そういうものがあって、なかなか家族とか恋人、友達にも本音を言えてない、なんか一人でこう閉じこもっているというか、なんか殻を、なんかドアを、心のドアを開けれていない状態、なんか一人でいろんなことをすごく我慢しているような感じに見えるんですね。だからね、少しこの2番さんの状況がなんかこう辛そうだなとか、なんかもっと信頼できる人とかね、こう相談したりとかすると、なんかあなたの心の不安とか、そういうのも楽になるのかなっていう感じで、とても頑張り屋さんすぎる、どっちかっていうとこう長女的な役割というかね、そういうものが強い、責任感が強い頑張り屋さん、そういう感じがまず今見えています。そしてあの人はというと、まあ、ようやくいろいろなことが落ち着いてきたようです。そしてあの人になんか嬉しいニュースがもたらされると出ているので、今週あの人はなんか少しずつより元気になっていくのかなって感じがします。あの人とあなたの今のギャップが少しあるので、あなたの方があまり例えば会いたくないとか連絡を取りたくないとか、なんかそういう感じかなっていうのが、まあ、この距離感なのかなっていうふうにも思っています。で、実際の今週の恋愛なんですけれども、今週はまだもう少しね時間がかかりますよっていうふうに出ているので、あなたの気持ちとか状態がまだこう余裕が恋愛の方になかなか向かないのかなっていう感じがするんですね。でも流れを見ていくと、ハート、手紙、月というね、こう恋愛、恋愛の恋愛運が盛り上がっていく流れにはなっていくので、あなた自身が元気になるのと同時に恋愛運も上昇していくのかなっていう、そういう感じがしています。出会いを求めている人、まあいろいろな集まりとかサークルとか、イベントとか、こうそういうところでは出会いがありそうな気がするし、もしあなたがそういうところに行く元気があるのであれば、まずは楽しい出会いがあるのかなというふうにも出ています。そしてそうだな、こう今週の流れを見ていると、こうあなた自身がこうワクワクするような、そういう気持ちが大切にできていくのかな、自分の気持ちの振り返りができていくのかなって気がしています。そしてもしかすると、まあ、週の半ば後半あたりにはあなた自身の気持ちが余裕が出てきて、片思いの方も復縁望んでる人も恋愛中の人もなんか嬉しい知らせとか、連絡、コミュニケーション、そういうものがあるかもしれません。少し余裕が出てくるのかなっていう感じもしています。じゃあお仕事、まず自分で仕事をされている方、アルバイト、パートの方から見てみると、お、ちょっとかなり厳しいカードが出ましたね。なんかあなた自身が何か新しいことをしたいんだけれども、なかなか結果が出なかったっていう過去が出ています。そして今、新しい契約、新しい顧客、そういうものが少し
動きがあるのかなって気がするんですけれども、今週は無理をせずに休むことも大切だよと出ているので、体調面がややちょっときついような気がするな。なので無理をしないでください。体、体調、精神面を一番に考えてあげてください。そしてあなたがサラリーマン、会社員の方で見てみますと、あ、流れはいいですよ。今現在あなたにとって、なんかこう目の上の単行部みたいな人がいるのかもしれませんし、もしかしたらあなたがあの人のことで悩んでいるのかもしれない。それが仕事にも支障を出ているっていう可能性があるんですけれども、今週は仕事のやりがいとか、あなたの明るさとか、金銭的な嬉しいニュース、そういうものが出てくると出ているので、仕事はとっても楽しくなりそうです。いろいろなわだかまりも取れる、そういうふうに出ています。そして今週の金運なんですけれども、はい、いいですね、金運。今もあなた自身がとてもこう大きなお金が入ってきたりとか、こう有効、交際関係、交際費が、こういい交際費が使われているのかなっていう気がしています。そして旅行とか引っ越し、そういうところでお金を使われる方もいるかもしれないんですけれども、なんといっても金運のところに太陽と星、天体カードが出ているので、抜群に金運はいいような気がしています。ということで、今から月火水木金土日でタロットと一緒に深掘りしていきたいと思います。はい、それでは2番の方、今からセブンデイズの流れ見ていきます。上がルノルマンカード、月曜日から日曜日、そして下がタロットになっています。あ、よかった。なんかね、2番さん、こう元気をね取り戻せそうです。あ、ほっとしました。よかったです。月火水いいですよ。金土もいい。ちょっとね寂しいなって感じるのが木曜日、あと日曜日がライバルとか複雑な恋をしている人とか、そういうところでちょっと悩んじゃうかもしれないんだけど、あ、流れはいいです。よかったです。じゃあまず月曜日が子供のカードとフールが出てるんですね。そして月曜日はあなたが、2番さんがしたいと思うことをもうあなたの本能でもうしてみていいですよって、あなたがワクワクすること、キラキラすること、例えば周りからあれ、なんか個性的だなってユニークだなって思われたとしても、こうあなた自身をオリジナリティを大切にしてくださいと、まずそういうふうに出ています。そして火曜日はきっと力が出ています。あなたの中から強いエネルギーが出てくる、自信を取り戻せると出ているので、あなた自身すごく元気に健康に穏やかになる予感です。そして水曜日、あの人のカードとコインの9、このコインの9っていうのが目に見える形、特に金銭的な報酬とか受け取るもの、幸せを受け取るっていう意味なんですよね。なのであの人から何かあなたが、まあ実際の連絡だったり気持ちだったりプレゼントだったり、そういうものを受け取る可能性が大です。木曜日がハートとカップの8が出てるので、まあ恋愛のカードと、これカップの8は少し寂しい状況とか背を向けている状況なので、木曜日に関してはあなたは、あ、なんかこうもっと例えば連絡が来ると思ったのにとか、そういう
肩透かしを、肩透かしを食らうっていうのかな、そういうやや寂しいなと思うのが木曜日かもしれません。でも金曜日はまた手紙のカードと正義が出ているので、こうバランスが整うとか、まあ、この正義というのは金星、愛情を表すので、愛情の連絡があるとか、あとは金銭的な嬉しい連絡がある、そういうふうに出ています。そして土曜日、月とコインの6、月、こちらは恋愛のカード、ロマンスのカードが出ているので、あの人と愛し愛され、ギブアンドテイク、とても幸せな時間が過ごせそうです。そして日曜日が蛇とソードのエースが出ているので、もし複雑な恋愛をしている方、この日はいろいろなことに気をつけていた方がいいです。そしてライバルがいる人とか、なんかこう嫉妬とか、そういう気持ちがとても強く出てきてしまうかもしれないので、あえて、まあ、気分転換をするとか、考えないようにする方がいいかもしれません。ちょっとこの日はね、考え方とか感情が激しくなる予感がありますので、そこの部分だけお気をつけください。じゃあ最後にアドバイス見ていきます。はい、じゃあ2番の方への今週のアドバイスです。はい、あ、素敵なカードが出ましたね。まず早起きをするとか、朝日をしっかり浴びて、なんか自分で自分のことを呪文のように整える、例えば私は大丈夫とか、私は幸せになるとか、そういう朝の、まあ、モーニングルーティーンでこうポジティブな言葉をぜひ自分自身に言っていただきたいなって感じです。そうすることによって、あなたのこのエネルギーがポジティブなエネルギーで包まれて、今週より幸せな方向に行く、そういう風に出ています。早起きおすすめです。はい、これが2番の方へのメッセージです。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。はい、それでは3番の方見ていきたいと思います。こちらルノルマンカードシャッフルしています。はい、じゃあ1列目開いていきましょう。まずファーストカード、道です。家、ハート、本、蛇、ネズミ、木。はい、キーが出ました。残りのカードを出していきます。はい、それでは3番の方お待たせしました。まずあなたのカードがここに出ています。そしてあの人は左端のここに出ていて、まあ、やや距離、まあ、ややあるかなって感じで、そして今の、まあ、あなたの状況を見てるとですね、まずなんかね、すごくあなたにとってのライバルとか、まあ女性へ複雑な関係の人は、例えば、まあ、その彼女とか奥さんとか、なんか
その人のことをものすごくあなた自身が考えていたりとか、ものすごいストレスを受けているような感じみたいです。なんかこれだけ考えてると、ちょっとやっぱりきついだろうなと、そういうふうに思うんですね。そしてあなた自身がこう心のモヤモヤがね取れなくて、これがもしかしたら母親とか、義理の母親、ライバル、いろいろな人を考えられるんだけれども、あなたにとってこうストレスをとてもこう感じる人が、あなたが思っている以上にかなり頭の中を占めていて、そのことがすごく強いストレスを作っているのかなっていうところが気になっています。今週ね、なんとかこういろいろなものを断ち切って、前に進めたらいいなと思ってはいるんだけれども、ストレスとか金銭的な不安とかそういうのもあるのかなというふうに出ています。そしてあの人はっていうと、なんかこうすごいですね、こうあの人自身がとても魅力があるとか、月と星が一緒に出ているので、あの人自身今すごくこうノリに乗っているような感じがするので、もし、あなたがあの人に連絡を例えば取ったり会ったりってなったら、すごくねこう刺激を受けると思うんですよね。あの人がこうキラキラ輝いていて、そこであなたはこうね、なんで私はとか、そういうこう比べることとか劣等感とか持つ必要はないです。今はあなたが少し精神的に疲れていたり落ち込んでいたりっていうことがあるような気がしています。で、今週の恋愛なんですけれども、少し噛み合わなかったりとか余裕がなかったり、もしかすると喧嘩している人とかもいるかもしれない。で、今週はやや口論になる可能性あるかもしれないんですけれども、きちんと仲直りができていくかと思います。そして今週の流れなんですけれども、金銭的なことかな、仕事でいろいろ迷っている人とかいるかもしれないんだけれども、心がきちんと固まっていくとか、どの方向に行けばいいか分かるっていう、そういうものが出ていて、なんか一つの大きなピリオドが今週こう打たれる可能性があるのかなというふうにも出ています。で、今週あの人が、あの人と解決するというキーのカードが出ているので、なんかすごくねいいアイデアをくれたりするんじゃないかなと出ています。今週出会いを求めている人、なんかすごくねロマンチックな人、もしかすると自分で仕事をしているような、そういうふうな人との出会いがあるかもしれないというふうに出ています。なので、今週はとにかくあなた自身がなんかこうある一定の人のことを考えすぎない方がいいですね。これはプラスにはならないから、むしろ環境を変えたりとか、旅行に行くことによって随分気持ちが楽になるのかなって感じです。じゃあ今週の仕事のこと見ていきます。まずあなたが自分で仕事をしているパートアルバイトの方から見ていくんですけれども、今週ねいろいろゆっくりとしっかりと広がっていくと出ています。人間関係も良好のようです。
元気を取り戻すことができそうですね。そしてまあ口コミとかなんか少しずつ広がっていくのかなって気もするし、なんかいろいろなあなたにとってこうしたらいいのかなっていう解決もできていきそうだし、もしあなた自身が SNS、ブログいろいろ発信するのをやっている方であれば、少しお休みをするっていうのもありかな、無理をしなくても大丈夫ですというふうに出ています。そして会社員の方、サラリーマンの方見ていきますと、あなた自身と今はすごく大きな悩みの渦中にいるようです。転職をしたいとか環境を変えたい、そういうふうに思っている方が多いかもしれません。その願いがなんか叶いそうですね。新しい旅立ちをする人、もうしようと決める人、そういうことがありそうです。ものすごくポジティブな大きな流れが出ている感じです。そして今週の金運なんですけれども、はい、今まではこうどっちかっていうと少しこうどん詰まりというか、例えば副収入があった方はなんかそちらの方が途絶えてしまったりとか、そういうものがあったんですけれども、今週は新しい動きがあったり、またあなたにとってこう楽しみながらすることによって、それが収入につながるっていうのも出ていますし、なんか家でする仕事っていう風に出ているので、まあ副業とか、そういうのを何か始める人、あなた自身が楽しめることを始めることで、それが収入になる可能性もあるようです。そしてあなたにお子さんがいる方は、お子さんに少々お金がかかる、そのようにも出ています。いいです、非常にいい流れが出ているようです。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきます。はい、それでは3番の方、上がルノルマンカード、下がタロットカード、月曜日から日曜日までの流れ、セブンデイズで出しています。ダイアルカナがデビル、節制、皇帝と3枚も出ています。そして特に今週は火、水、木、土、いいかな、はい、じゃあ見てみます。まず月曜日が、これデビルが出てるんですよね。もしあなたがいわゆる悪い習慣ですね、ジャンクフードを食べ過ぎるとか、夜更かしをするとか、そういうタバコとか、そういうのがある方は、もしかしたらそういう悪縁とこう切ることができるのかなっていう気もします。そしてこの日デビルだからな、こう少しあなた自身が盲目的になりすぎている可能性もあるので、一歩引いて考えてみる、冷静になって考えてみるっていうのを月曜日おすすめです。そして火曜日ね、いいですね、お魚のカードとワンドの3が出ていて、楽しい飲み会とか交流、そういうのが出ていますし、あの人と、ラブラブな夜になる人もいるかもしれません。なんか楽しい日になりそうです。そして水曜日、家とコインのクイーンが出ていて、すごくこう良妻賢母というか、
こう家の中の片付けとか料理とか、こういいお母さんとか、なんかこうそういうテキパキさがねすごくある感じがするので、まあ、手料理にしっかり凝るとか、家の中がいつも以上に片付くとか、そういう日になりそうです。木曜日が怒りとワンドの6が出ているので、なんかやりたいことあるのであれば積極的に出てみようかって感じです。あなた自身が大きな成功を手にすることができる予感。はい、そして金曜日が、これが太陽とソードの4が出ています。あなた自身とてもこのね金曜日は強運で元気な日ではあるんですけれども、あなた自身がこうやりたいと思うことをしっかりと思い浮かべるのにおすすめの日です。まだねこれはね行動というよりも様子を見るという感じなので、でもすごくこの金曜日はあなたにとってついている日です。そして土曜日がフォックスと節制が出ているので、浄化のカードとおしゃれのカードが出てるんですよね。なのでこう美容室に行くとか、メイクを変えるとか、なんか春物のお洋服とか、そういうもの、そういう変化があなたにとってとても幸せをもたらしてくれるような気がします。そして日曜日がクロスと皇帝のカードが出ているので、あの人が日曜日は少し疲れているかもしれません。なので休ませてあげることもいいかもしれませんし、あなた自身が何か仕事のことで大きな選択を日曜日にする人もいるかもしれません。なんかね次に行こうとか頑張ろうとか、なんか大きな決断があるような気がする。それが日曜日です。じゃあ最後にアドバイス見ていきます。はい、まずドルフィンから。はい、そしてエンジェルアンサーから。はい、これが3番の方へのアドバイスです。じゃあ見ていきます。はい、レディーセットゴーと If You Believe。 今週、やっぱりこうあなた自身がやっぱり何かこう前に動いていく、進んでいくような気がするんですよね。そしてその進むことっていうのは自分の信念とか自分が信じていること、これを信じてあなた自身がぜひ動いてほしい、行動してほしい、そういうふうに出ています。どうぞ自分自身を信じて実際に行動すること、それを今週は3番の方におすすめしたいなと思っています。はい、これが3番の方へのメッセージです。はい、それでは1番の方、今週の赤ちゃんのこと見ていきましょう。まずあなたがここにいます、ご主人がここにいます。すごいですよね。あなたとご主人の間に太陽と月で結ばれている。太陽は父親、月は母親を表しているので、もうあなたとご主人はお父さんとお母さんになる運命なんだよとか、運命の人なんだよっていうふうにまず出ています。そしてあなた自身が今いろいろな話を聞いてしまったり、なんかこう周りの人が、例えば同じ妊活をしている人がね、赤ちゃんが例えば来てくれたとか、そういうことでもしかしたらいろいろモヤモヤしていたり、なんで私のところには来てくれないんだろうっていう、こう
不安とか不満とか心の中がすっきりしない状態が今現在あるかもしれません。でも今週ものすごく嬉しいニュースをあなたが受け取るって出てるんですよね。うん、あなたの願いが叶うよって今までもうずっと思ってた夢が叶うよって出てるので、ものすごく今週は可能性が高いような気がしています。ご主人は出張とか環境が変わったことでお疲れなのかなって感じがするんですけれども、まあやっぱり家に帰ったらホッとする、そういう時間を求めているような気がしています。そして赤ちゃんのカードがここにね、子供のカードとコウノトリのカードが出ているんですけれども、とてもあなたに近いです。で、今現在がですね、あなたと赤ちゃんがお互い思い合ってるんだけど、お互いに不安に思ってるって出てるんですよ。お互いに会いたいとか行きたいっていう気持ちがあるんだけど、あなたは本当に来てくれるかなと、そして赤ちゃんは本当に行けるかなとか、本当に行っていいのかなっていう、こうお互いにモヤモヤとした気持ちがあるみたいなんだけれども、今週はこのモヤモヤがこうさーっと晴れて、私行くねみたいな、そういうものすごく赤ちゃん自身が行動ができるとか、ママのところに飛んで行けるとか、そういう可能性がとても出ているような気がします。だからね、もう今週は本当に可能性が超ミラクルあるよということを一番の方にお伝えしたいです。このね、こうグレーゾーンのモヤモヤをこうできるだけすっきりさせて、家の中を片付けて、人と比べるのをやめて、そしてたくさん歩いたり運動したり、そういうふうにこう綺麗な星空と太陽に当たること、これをねおすすめしたいなというふうに思っています。すごいですよ。はい、ぜひ今週楽しみにしていてください。これが一番の方へのメッセージです。はい、じゃあ2番の方の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいます。少しお二人距離がある状況のようです。その理由として、あなた自身が金銭的な不安、体の疲れ、なんかそういうこうなんか誰にも言えない秘密とか悩みっていうのをあなた自身が抱えているような、自分で全て背負い込んでいるような、そういう感じがします。そういうところでご主人に対してもこう素直に悩んでることとか感情とかを今言えていないのかもしれません。ご主人はっていうと、なんかすごく安定しています。そしてとても明るいパワーというか強力なエネルギーを今週は持っているので、ご主人からパワーを注入してもらってもいいかもしれません。今のあなたの状況とか悩みをご主人に伝えることによって、ものすごくこう元気になる的確なアドバイス気をしてくれたり、話をしっかり聞いてくれたりっていうことで、とてもポジティブな流れになるかと思います。そしてコウノトリのカードがここに出ていて、
そして子供のカードがファーストカードに出ていて、どちらかというとこうご主人寄りにカードがすごく近いんですね。なのでこう今赤ちゃんはこうご主人の方にこう今行こうとしている、すぐ近くにいるよっていう感じなので、ママのことを遠くから見守っているんだろうなって気がしています。非常にストレスを、ね、受けていてとても悩んでいるから、早くママが元気になったらいいなっていう、そういう目で見てくれているような気がします。あなたの2番の方の運気が次ここに来るんですよね。鳥のところに来てコミュニケーションがある、そうすると家の中で嬉しいニュースがあったり、子供と赤ちゃんとのご縁がつながったりというふうに出てくるので、きっとあなた自身もこのね辛い状況から抜け出して赤ちゃんとつながってきたり、こう家の中がとても明るくなったり、そういうことが考えられるような気がします。今週は、ご主人に思い切っていろいろなことを打ち明けてみたりすることもおすすめしたいです。そうすることによって赤ちゃんとの距離も縮まっていく、そういうふうに出ています。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、じゃあ3番の方、今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいます。そしてあなたが今とてもすごくねストレスを抱えていて、例えばママ友とか同じ妊活をしている人、もしくはお母様、義理のお母様、なんかこうそういう人のことであなたがとてもとても悩んでいて苦しい思いをしている、そういうふうに出ているようです。じゃあご主人はどうかっていうと、すごく精神的にも穏やかで、周りからの信頼も厚く、なんかこうとてもあなたのことを大切にしてくれているんじゃないかなって思います。今週はあなた自身が少し環境を変えたりとか旅行に行くことによって、なんかこう吹っ切れるのかなって気もするんですね。まあストレスっていうのは、まあ少しはまだ残るとは出ているんですけれども、このモヤモヤとした状況から飛び立つことができるのかなと。そうすることによって、まあ、コウノトリのカード、子どものカードって出ていて、子どものカードはとてもご主人に近くて、もう子どもは早くあなたとご主人がいる家に行きたいよって言ってるんですよ。そしてコウノトリの方も太陽というポジティブなカードがすごく一緒に出てるので、もうこれはあなた自身の心の状態が整ったら、もう赤ちゃんは本当にこういつでも行ける準備ができてるよっていうことのような気がします。だからといって今あの3番さんがこうプレッシャーを私の言葉で受けなくても大丈夫です。無理にストレスを解消しようとかじゃなくて、まずちょっとね環境を変えてみるとか、例えば通勤経路を変えてみるとかごめんなさい、あの病院を変えてみるとか、なんかそういうこともいいのかなって気がするんです。そして今週ご主人がとてもいいアイデアとか解決策があると出ているので、
あなた自身のモヤモヤとした気持ちを聞いてもらって、そこからアドバイスをもらうことによって、あなた自身が少しずつこう辛い状況から抜け出していけるのかなっていう感じがしています。もうね、赤ちゃんは家の近くにいるし、赤ちゃんはいつでも飛び立てるよというふうに言っているので、前向きに頑張れるのかな、そういうふうに思っています。はい、これが3番の方へのメッセージです。どうぞ焦らずに、ゆっくり進んでみてください。